Ladies and gentlemen, boys and girls, what's up? ダシンです。さあ、今回の動画は、俺のね、このゲーム環境の紹介動画になります。どういう PC 使ってるのか、モニター使ってるのか、まあいろいろ気になる人もいると思うのでね、一つ一つ紹介していこうかなと思ってます。まずね、こうさっとどういう環境なのかね、お見せしてから、まあ各々のスペックなどを紹介していきます。なんでね、もしこの動画の続きが気になる方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。さて、Let's see demo。さて、モニターは2つあります。デュアルモニターですね。そして、これはね、顔出しに使う、ウェブカメラ。そして、マイク。モニターの奥に、PS4、そしてキャプチャーボードがあります。そして、これがゲーミングチェアですね。ヘッドセットがあり、反対側にはイヤホン。そしてね、ここにキーボードとマウス。そしてこれがメイン PC で、最後に MacBook Pro です。さあそしてね、ここからはね、一つ一つの商品、そしてスペックをね、紹介していきたいと思います。さて、まずはゲーミングチェアは AK レーシングの Pro X です。昔はね、ソファーで配信とかゲームしてたんですけど、やっぱりね、長時間ゲームすると腰が痛くなるんですよ。まあなんで、長時間ゲームや、まあ座ってね、作業する人にはね、このゲーミングチェアマジでおすすめします。次に、ウェブカメラはロジクールの C922N です。まあこれはね、顔出しに使うカメラですね。そしてマイクはイエティの USB コンデンサーマイクを使用しております。次は、モニターですね。一応デュアルモニターでやってますんで一つずつ紹介していきます。まずメインモニター。こちらは BenQ の ZOEXL2546 です。サイズが 24.5 インチ。そして、240Hz なので、240fps まで出せます。そして、応答速度が1ミリセカンドです。このモニターをね、メインにしたのは、まあ、やっぱりね、FPS などのシューティングゲームをやるときがやっぱ多いんで、FPS がね、高ければ高いほど、滑らかにね、映像を映し出してくれます。まあ、そして、もう一つね、このモニターには、なんて読めばいいんだろうな、DYAC って言うんですけど、ダイヤックでいいのかな、というね、機能がついていて、まあ、これはですね、視点を動かした時に、残像をね、よりクリアにしてくれる機能なんですよ。はい。まあ、これを言ったらわかるように、240fps が出せて、しかもね、モニターに映し出す、残像をよりクリアにしてくれる、ということは、まあ、視点をね、振りすぎても、すごくクリアに映像が見えるということです。まあ、なんでね、結構近距離戦の時とか、敵にね、こう視点をグッと動かした時とかに、まあ、クリアにね、敵が見えて、まあ、エイムも合わせやすいっていうことで、これ、このモニターをね、メインモニターにしております。あともう一つね、このブラックイクアライザーっていう機能も、搭載してまして、これによりね、暗い場所とかを、視認しやすくできるんですよ。なんでね、こう暗い場所に隠れてる敵とかをね、見つけやすくなります。まあなんでね、もしシューティングゲームをメインでやってる方はね、ぜひこのモニターおすすめいたします。そしてサブモニターは ASUS の、XG27V9 ですね。サイズは27インチ。ちょっと大きめですね。そして、144Hz。対応速度が、4ミリセカンドですね。このモニターはね、PC を使うまで、プレイステーションでね、PS4 のメインモニターとして使ってました。そしてモニターの奥には、PS4 Pro があり、キャプチャーボードはアバーメディアのライブポータブル2プラスを使ってます。まあ、これはね、PS4 の、映像をね、PC に映し出す用の機械ですね。さて、では次は、キーボードとマウスですね。キーボードは、ロジクールの G Pro ですね。まあこれを選んだ理由としては、まあ小さくて、まあコンパクトなんでね、これにしました。まあ軸はもともとついてたやつですね。何色だ？まあ白か。白ですね。次にマウスですね。マウスはロジクールの G502 です。これはね、まあ手をね、こうマウスに置いた時にめちゃくちゃフィットして、まあ、あとね、この親指のところにあるサイドボタンが、
3つあったんでね、これにしました。まあ、大体のマウスには、まあ、サイドボタン2つしかないんですよ。まあ、なんでね、この3つあるところがね、マジで最高だったと思って購入しました。まあ、やっぱりね、キーボードとマウスは実際に触れて、まあ、自分の好みで買うのをおすすめしますね。次はね、ヘッドセット。ヘッドセットはね、このゼンハイザー GSP600 を使ってます。いやね、このヘッドホンはね、マジで音質最高なんですよ。もうマイクのね、性能も抜群です。まあ、ガチでね、 FPS やるときはこのヘッドセット使ってます。まあ、ただね、長時間つけてると、まあ、やっぱりね、耳元とか、まあ、頭が痛くなっちゃうんですよ。まあ、なんで長くゲームするときや、まあ、配信のときはね、こちらのイヤホンを使ってます。でこちらのね、イヤホンは、シュアの SE215 スペシャルエディションです。まあ、このイヤホンはね、音質もいいし、まあ、結構ね、あの足音とか低音も聞き取りやすいです。まあ、なんでね、長時間ゲームするときはこのイヤホン使ってます。さて次はね、多分ほとんどの皆さんが気になってると思う PC の紹介です。まあ、これは GTune の、お店で、カスタマイズして購入したゲーミング PC です。まあ、中はね、あの光らないようにしてます。電気の無駄なんでね。そしてこちらの PC のスペックは、CPU が、Ryzen 9の 3950X です。そして、GPU ね、グラフィックボードが、GeForce RTX の、2080Ti、メモリが 64GB で SSD が 1TB ですね。まあ自分自身でね、カスタマイズしたわけじゃないんで、まあ、マザーボードとかはね、あのお店のおすすめを使ってると思います。一応ね、あのこのゲーミング PC 買う前に、まあ、知識をいろいろ調べて、まあ、お店に行って、まあ、そしてね、いろいろ相談してカスタマイズしてこの PC にしました。まあ、初めてのね、ゲーミング PC だったんで、買って後から後悔したくなくて、まあ、やっぱりね、こう妥協せずになるべく最高級のものをもう買いましたね。はい。まあ、お値段なんと、まあ、40いくらだったっけな、42-43万だったっけな、多分ちょっと覚えてないんですが、40万超えですね。はい。そして、最後にね、この MacBook Pro 16インチです。まあ、こちらもね、妥協しないでほぼフルスペックでカスタマイズして買いました。まあこれはね、特にまあ動画の編集で使ったり、まああとね、自分まあ本業があるんで、仕事場にね、こう持って行って時間がある時にね、こう動画編集できるように買いました。はい、てな感じです。まあ一応ね、さっき紹介したものなどは概要欄に URL 貼っときますんでね、気になった商品があればぜひチェックしてみてください。そしてね、この動画が良かったと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。まあ、多分これ全部合わせると100万ぐらいいくんじゃないかな。まあ、メイン PC をね、カスタマイズして40万ぐらいでしょ。で MacBook Pro の16インチが40万ぐらいで、そしてね、まあ、モニター、ゲーミングチェア、ヘッドセット、まあ、あとデスク、まあ、おのおのね、いろいろ合わせると100万ぐらいいくんじゃないかな。まあね、一気に買ったわけじゃなくて、自分もね、こう普通に働いて、まあ、ゲーム好きだし、まあ、環境を整えたいなと思って少しずつね、整えてったんで、まあ、どれぐらいだろう、2年ぐらいかな。うん、2年ぐらいで今の環境を手に入れたって感じかな。だからね、本気で多分仕事とかね、アルバイト、まあ、頑張れば1年ぐらいでこれぐらいの環境を整えれるんじゃないかなと思います。はい。まあ、学生の方はね、ここまで集めるの結構厳しいと思います。まあ、なんで、まあね、今後 PS5 が出るじゃないですか。で PS5 ね、 120fps 出るんですよ。だからまあ 120fps あれば、まあ大体の、まあ、PC と同じぐらいのね、スペックだとは思うんで、まあ全然ね、大人になるまでは PS5 でいいんじゃないかなって思います。まあ、でも本当にね、学生さんで、まあね、もう高スペックの PC もゲーム環境を整えたいっていう人は、やっぱりまあアルバイトができる年になってから、まあお金を貯めて、まあ買いましょう。はい。まあではね、今日の動画はこの辺で終わりたいと思います。またね、次回の動画でお会いしましょう。 See you again. バイバイ。